フリースタイルスキー、フリースタイルスキーは、スキーで滑走しながら、エア等の曲芸を行ったりするスポーツである。モーグルやエアリアルをはじめとした競技としての側面と、フリースキーや、フリーライドあるいはニュースクールと呼ばれるような、エクストリームスポーツとしての側面を持つ。フリースタイルの故障はこれら全般を示す場合と、競技としての側面のみの狭い範囲を示す場合がある。また、 競技のフリースタイルスキーがニュースクールに対してオールドスクールと呼ばれる子もある。モーグルやスキークロスでは速度も評価対象になるが基本的にはターンやエアなどの技術を競うものであり観客に見せることを意識したスポーツである。フリースタイルスキーの競技にはデコボコの小部斜面を滑り降りながら途中でエアを行いスピード、ターン技術、エア技術を競うモーグル。 エア技術のみを競う、エアリアル、音楽に合わせて滑走しながら、ジャンプやスピンを行い演技の技術や芸術性を競うアクロ、キューバレー、バレースキー、複数人が、同時にキッカーやウェーブのあるコースを滑走して速さを競う、スキーロス、半円筒状の斜面を使用して、エアの技術を競うハーフパイプなどがある。1930年代に、ノルウェーでアルペンスキーや、 クロスカントリースキーのトレーニングの間にアクロバットを行ったのが始まりとされる。1950年代にアメリカでプロスキーヤーによるパフォーマンスが行われ、1970年代にハイルとカナダなどで競技会が開催されるようになった。さらに1979年に国際スキー連盟 FIS によりフリースタイルスキーが正式種目として承認され、 1980年からフリースタイルスキーワールドカップが開催され始め、1986年にはフランスのティーニュで初のフリースタイルスキー世界選手権も開催された。また、1988年にカルガリーオリンピックで公開種目として行われ、1992年のアルベールビルオリンピックからは正式種目になっている。フリースタイルスキーの世界的な大会は、 ワールドカップ、世界選手権、オリンピックの3つである。毎年行われるワールドカップにおいては1980年に開催され始めた当初は、モーグル、エアリアル、アクロの3種目と3種目の総合成績で順位を決めるコンバインドが行われていた。1997年にデュアルモーグルが競技に加わり、1999年にコンバインドが廃止される。 さらに2000年にアクロが競技から外れるが2003年にはスキークロスとハーフパイプが新たに加わった2年に一度行われる世界選手権においてもワールドカップに追従する形でほぼ同様の種目が行われており1986年の第1回大会ではモーグル、エアリアル、アクロの3種目とコンバインドが行われ1999年大会からは コンバインドが廃止されデュアルモーグルが加わり、2001年大会でアクロが廃止。2005年大会からはスキークロスとハーフパイプが加わっている。オリンピックにおいては、1988年にはカルガリーオリンピックでアクロ、モーグル、エアリアルの3種目が公開種目となり、次の大会の1992年のアルベルビルオリンピックからモーグルが正式目となった。 アルベルビルオリンピックにて、アクロとエアリアルは再度公開種目として行われており、さらに次の大会の1994年のリレハンメルオリンピックからはエアリアルも正式種目として要された。しかし、リレハンメルオリンピックでアクロは公開種目としても行われず、正式種目になることはなく、上記の通りワールドカップ、世界選手権においても競技から外れ、 世界の舞台から姿を消した。また、2010年のバンクーバーオリンピックでは、スキークロスが2014年のソチオリンピックでは、スロープスタイルとハーフパイプが正式種目に加わった。フリースキー、A、フリースキーイングとは、フリーライドスキー、A、フリーライドスキーイング、ニュースクールスキー、A、ニュースクールスキーイングなどとも呼ばれ、主に FIS が主催する。 フリースタイルスキー競技よりも危険性は高いがより自由なスタイルのスキーである。スノーボードのように地形を利用したトリックやエアとレールやボックスのあるパークなどの遊びが元になりジャンプ台を用いてエアの技を競うビッグエアや半円登場の斜面を使用してエアの技術を競うハーフパイプより大きなハーフパイプを使用するスーパーパイプレールやボックスのあるコースを滑るスロープスタイルなどの コンテストが開催されている。フリースキーでは、後ろ向きで滑ったりすることも多いため、主にツインチップスキーが使用される。ハーフパイプやスキークロスは FIS 主催のワールドカップでも行われるようになり、モーグルでも危険度の高い縦回転や 3D のエアが解禁されるなど、FIS 主催のフリースタイルスキー競技にも大きな影響を与えている。X ゲームズやデューツアー、 US オープン、日本オープンなど各地で独自の大会が行われているが、FIS のような国際的な連盟などはなく、各大会の位置づけなども不明瞭であった。しかし、2009年に a s o c i a ョ i オ n of Free Skiing, p r o f e s s i o n a l s AFP という各国で行われている既存の大会、ハフパイプでは、ワールドカップなども含むにポイントをつけて、 世界的なランキングを決める団体が発足した。右手で行うものとして解説する、最上位の大会として、オリンピック、ワールドカップ、世界選手権があり、その下に、大陸別の大会となる、コンチネンタルカップ、さらにその下に、各国ごとに行われる、ナショナルチャンピオンシップ度がある。また、ジュニア世界選手権なども開催されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。